はい、こんにちは。ここはね、どこだと思いますかね、どこだと思います。ここはね、ドーミンプレミアムですよ。ドーミンプレミアム、ドーミンじゃないですからね、ドーミンプレミアム。ほら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 、これ見てください。これあのチェックインするとなんかこういうのくれるじゃないですか。ドーミインのところの上にですね、プレミアムというふうに書いてあります。なんかプレミアムってみんなこういう書体ですよね。プリンスホテルの P とか、あとなんかゼニックのプレミアムクラスも全部こういう P のマークだったような気がする。まずドーミインらしさを皆さんにご覧に入れましょうね。天井ですね、これこういうところもですね、これは和風的な内装になっておりますが、それはここが京都だからでございます。はい、ここはね、京都なんです。京都のね、駅からね、徒歩3分です。まあ3分とは言ったし、実際ここが嘘ついてるわけじゃないですけど、私新幹線降りてちょっと逆の方向に行ったりとかしましたんで、実際には10分ぐらい歩いて多分かかりましたかね。向こうにですね、京都駅の、中央口が多分まあちょうどこの下あたりにあるんじゃないかと思います。バス乗り場とかですね、道が空いてるね。なんかいつも車ゾロゾロって感じだったのに、やっぱ観光客が減ってるからなんでしょうね。もちろん京都は観光の街というだけではなく、昔の都だっただけのことあり、日本を代表する通常の大都市でもあります。向こうのなんか塾があるな。トップなんとか教進って書いてある。京都駅前校でみんな集まって一生懸命勉強しますよ。制服着て閉めていきましょう。まあ、いつもね、ホテルの動画とか撮るんだったら、大体ホテルに入る前に撮り始めるんですけども、今日はね、もう中で、撮り始める。まあ、中で、入って、もう全部このように落ち着いて広げてから、ようやくですね、撮り始めるということになっております。まあ、まず本日ですね、2020年の8月の16日で、時刻は9時22分でございます。まあ、これいろいろあるんですけどね。まあ、ここら辺の特急券とか見ればね、どんな工程だったのかっていうのは、あの時ね、まあ、見てね、分かる人もいるかもしれない。あ、ちなみに、一応言ってきますけど、特急ひだ号の、ね、自由席のやつは追加料金払いました。まあ、これで分かる人が分かれば今の政府はね。で、まあ、今回はその、ドーミインプレミアムの宿泊費なわけですが、ドーミインプレミアムって何だ、ドーミインと何が違うんだと思ってですね、これ聞きましたよ。受付の人に。したらね、もちろん教えてくれました。これどうやって電気ついた？あ、ついですね。つきましたね。これです。まあ、この中から出したんですけども、これですね、ご住人お飲みください、ナチュラルミネラルウォーター。こちら。これ富士山の水か。はい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 。そう、こういうね、富士山の水が あるみたいなんですけど、ドーミインプレミアムの、一つの特徴といたしまして、お水がついていることがあるそうです。普通のドーミインはね、ついてないんだそうですよ。これ見てください、これ。プレミアムドーミインって、ここにも、ここ書いてあるんですけど。まあ、あとは、ドーミインの特徴としてですね、まず、まあ、これですね、本当は順番逆なんだけど、一旦部屋から出てみるか。廊下こうじゃないですか。で、廊下からこう入るね。私の部屋711です。これね、ガチャリかかった後、まあ、これ奥がお部屋なわけですけども、お部屋までここにもう一回こういうのがあると。なんかこのなんかちょっと変わったね、ガラスになんかこうやって飾りみたいになってるのが綺麗ですね。こういう京都感がある。まあよくわかんないですけど、とりあえず和風だったらいいんじゃないですか。首都、昔のね、日本の首都だったわけですから、昔の日本らしいものをやっとけば、とりあえず全部京都らしくなりますよ。で、まあそれからもうちょっと私がね、手洗いをもう何度もするもんで、ここはすでにびちゃびちゃになってるわけですけど、まあ多くやれば多くやるほどいいんじゃないかと今は思ってますが、その手洗いのところとですね、まあこれ道民のこれまた特徴なわけです。で、これ左側入ってないんですが、これね、お風呂とトイレとは多分風呂があると思うんですよね、多分さすがにね。風呂はありますね。ありますけど、なんか普通の道民と何が違うのかっていうのはちょっとよくわからんな。道民の特徴、シャワーしかない。そうなんです。で、こっちにですね、またお風呂があるんですけども、まあ、シャワーしかないわけです。あと、ドーミインの特徴、これね、非常用のですね、水がありまして、まあ、何かあった時には、水をこう、ジャブジャブってやれば、飲み水ではないですけど、トイレを流すことができる。まあ、ああいう備えはね、あるといいよなと思いますけどね。で、ドーミインの、なんかこれだけだとね、なんか風呂に力を入れてないホテルだと思われて、それで、あんたドーミインクソだなとか言って、みんな辞める人いるかもしれませんが、ドーミインのね、考え方として、部屋のトイレは、あと部屋の風呂はまあ別にあんぐらいでいいじゃないかと。それよりも立派な大浴場ありますんで、そちら来てくださいよね。もうみんなそっち行きたいでしょう。だから部屋のもうシャワーはまあ、あれで十分じゃないですかというところでございます。まあ、ただ今はね、コロナのあれありますんで、まあ自分の部屋の中だったらまあある程度好き好き生活してもいいのかなと思うんですけど、まあね、どうですか、まあ別に名前はわざわざ言わなくてもいいと思うんですけど、京都でもね、ホテルでコロナの感染者がちょっと出たと、まあちょっと出たぐらいのらしいんですが、という話あった。まあ、フロアとかまあ行かないに越したことはないのかなという気もする。まあ、いなかったら行ってみますけどね、後でね。それなんかこれ領収書とはね、また違うらしいんですけど、なんかお預かり状ってのをくれるんですが、お預かり書ね。
金額ここにですね、350円って書いてあります。これはまあ私がさっき払った金額なんですけども、このホテルに私350円払いました。まあ実際には、600円くらい払ってるのかな。なんそんな安いのと思いました。まあポイント余ってたんで使ったからなんですけど、まず今回の宿泊代ですが、一泊でね、ジャランで予約しまして、5500円で朝食付き。安いですよね。信じられないですよ。これ8月の16日、この超繁忙期にこの値段ですよ。しかもね、京都駅に着いてから探して適当に予約したんですよ。もうこれ以上安いホテルもいっぱいあるしね。もう京都のもうデフレというかもうね、大不況ですよ。大変な状態だなと、思っているわけですが、すいません、話脱線しちゃって言いたかったのに別にそのことじゃないですけど、350円ここにね、こう書いてある。この350円何なのか。まあ、私がこのホテルに払ったお金は600円ぐらいで、それはポイントを使ったんで、ほとんどですね、ポイントで払えちゃったんですが、この350円はホテルに来てからね、現金で払えておりました。これは、一つには京都の宿泊税。なんかね、パリに行った時にもね、パリ宿泊税でなんか2ユーロとか取られましたね。あ、パリはそのもん取るのかと思ったらね、あの、日本でもそういうのあの、やり始めまして、まあなんか多分ね、200円なんですよ。で、それから入湯税の150円。入湯税ということは、つまり温泉があるわけです。このね、あの、天然温泉というか、ちょっと法律に準拠した温泉があるというのが、道民院のまた一つの特徴。これ。これ見てください、これね。天然温泉大浴場。なんていうものちょっとわかんないですけど、こういうお湯の名前がまあ一応ついてるということです。で、まああの、これずっと一晩中入れるんだな。多分ね、これがまた道民プレミアムの特徴なんだと思うんですけど、湯上がりサービスってなんですよ。これね、これちょっとまあ後でまた言ってみましょうね。これね、今湯上がりサービスだけでもいいわな。一応これ角で下ろしておくんですけども、これ今から下へ1回いいかな。1回いいな。これこんなありますよ。これちょっと冷やすね。これ結構いいんですよね。おお、あ、でもあんまなんかむやみやったこと触ってもしょうがない。だって道民院といえば夜泣きそば、あの夜にラーメンが食べられるわけですが、あのラーメンは実はですね、まあ、ただで食べられるんですけれども、無限におかわりすることもできまして、私夕飯まだだったからあれ3回ぐらいおかわりしちゃおうかなと思って、あのちょうどね、視聴者の方がラーメンを作りになってたらしいんですよ。だから、あ、じゃあこれ3回おかわりできますかとか言ったらね、多分させてもらえたと思うんですけど、まあ、ちょっとやっぱ違うもの食べに行くかと思ってね、一杯だけ食べていくことにしました。で、今ホテルの1階に来てるんですけども、まあ、ここはローソンです。道民院はね、ローソンと仲が良くて、もしかしたらそれ以外のコンビニもあるのかもしれないですけど、ホテルの下にですね、こう大体のバーが入っています。で、道民院とそれからローソンとの間をこのように、まあ、普通の扉がですね、1枚隔てて、で、ホテルの人はこれをかざせば入ることができますよというふうになっているわけです。道民院いろいろ泊まりましたけど、ああいうふうになってるの多いですね。あの下にローソンが入ってるやつ、まあ、あのどっちかって言ったら多分少数派だとは思うんですけど、主要都市に行くとああいうのあります。とりあえず食事しようと思ってね、ブラッと出かけてたどり着いたのは京都駅ビルなんですけど、よく考えたらもう11時近いからな、全部終わっちゃったんじゃないのかな。あ、一応やってんな。11時までやってんのか。京都駅のここには来たことないんですけど、なんか随分物々しいとこ入って、まだやってんのかな。終わってるように見えるけど、京都劇場って書いてあるの、本当に劇場があるのか、ここに。なるほど、確かにあるけど、お店やってる雰囲気はやってんのかな。人気がなさすぎてね、やってるみたいだ。
いやー食った食った、外が暑いの忘れてました。別にマスクいらんだろ。マスクはまあしなくてもいいかなと思ったけど、でもこれあれだな、なんかエスカレーターの声で喋るとね、僕の飛沫がくっつくかもしれませんね。ちょっと黙ってましょうね。美味しくてね、いいお店だったんですけども、ただ本当にお客さんがいなくてね、2階建て構造あったみたいな、あれでもすごい大きい店だった、トイレ行ったらそうだったんですけど、それでお客さん私以外ゼロかと思ってね。ああいう居酒屋みたいなところはね、多分ホテルより大変なんじゃないですか。仕入れもあるしな。メニュー豊富だったからね、意外と食材をなんか共通化してるとかそういうことがなければ、まあ多分いろいろ仕入れて、大変なんじゃないかなと思うんですけど。よし帰ってきたぞ。こういうホテルになったんですけどね。あ、気が利いてんな。ここだけはカード刺さなくてもつくんですよね。で、こっから先のところがカード刺さってダメなんですけど、空調はついてるっぽいな。なんか音がしますもんね。よし、これどうしたらいい。これなんか微妙なんですよね。ここでね、靴、僕は脱ぐのが好きなんですけど、さっき脱いじゃってたんだけど、脱いでいいんですよね、これ、多分掃除機とかかけてくれてんだろうな。でも下にウイルスがついてる可能性はね、もちろんありますから、まあ何かする前には必ず手洗った方がいいとは思いますけどね。別になんかこのホテルが手ぬくりだとかね、そんなことは言いませんけど、一回一回全部ね、消毒するにも限界があるから。思いついたらアルコールでと思うんだけど、なんか手が荒れて別の方向に物事が悪くなったりとか、そういうことはあるのかなとかね、ちょっと思ってますが、よくわかりません。まあ、マスクはとりあえず取って、これも使わないな今日は。いや、わからんな、使うかもしれない。風呂がまだありますからね。これどうやってやればいいのかちょっとわかんないですけど、これでとりあえず無理やりこうやって詰めるんですが、こういう持ち方でいいのかな。そんで、せっかくなんでね、こうもらってきたこのパンフレットを使ってですね、このドーミーインの系列の簡単な解説をしてみようと思うんですけども、まず、現在泊まっているのがこれですが、ドーミーイン、プレミアム京都駅前ということですね。プレミアムで、別にどこでもいいんですけど、福井とかですね、金沢とかいろんなところに、これ泊まったことあるかな、ドーミーイン、普通のドーミーインがあります。で、プレミアムの方が一応若干上位ということになっておりまして、で、他にですね、どっかあるんですけども、これもいいんだけど、三河安城、新幹線のね、三河安城の駅の前にあるようです。これ、ドーミーインエクスプレスっていうのがあります。エクスプレスね。エクスプレスっていうのはね、多分、会になるんじゃないのかな。ちょっと簡易版のドーミーインだったと思います。確かね、あれがなかったような気がするな。また、エクスプレスに泊まったら紹介してみると思いますけど、こういうやつあるじゃないですか。この歯ブラシテックみたいな。それがね、なんか部屋に置いてなくて、あらかじめ取ってくるみたいな。それもしかしたらホテルごとの違いなのかもしれないですけどね。たまたま私の泊まったドーミーインエクスプレスがそうだったのかもしれないけど、だからドーミーインの通常版、プレミアム、それからその下にエクスプレスがあるんですけど、このですね、共立リゾートグループは結構手広くやっておりまして、他にもですね、なんか和風ホテルみたいな、これののっていうのが私泊まったことない。これもね、ちょっと泊まらないといかんなと思ってるんですけど、函館は大阪とかになんかあんのかな、確かね。そう、奈良にありました。なんか、お宿ののって書いてある。どんなところなのか立ち入ってこともないからね、全く何も言えないんですけども。で、それからね、ラビスタっていうのが北海道にいくつかありまして、他にもなんか富士山のふもととかにもあるらしいんですけど、これですね、ドーミングループが、グループっていうか、ドーミング系列のね、共立リゾートがやってるところですけども、大雪山かな、函館ベイ、これはね、行ったことあって私のチャンネルも紹介したことありますが、函館の人に寝台特急の切符の手配をね、頼まれてやってあげたことあるんですけど、ホテルはラビスタって言ってましたね、その人もね。そのラビスタとですね、他にもいろいろあるんですが、系列になってるのではこれが最上位になるのかな、ラビスタ。行けばとりあえず高級な思いはできる。おいいな、リゾートだなっていう感じ。まあ大衆的かもしれないけど、でも結構いい、私の好みな雰囲気のところですね。で、なんだっけな、謎なのが、なんかこのラビスタ釧路川とかね、こっちの面になんか普通に他の道民とごちゃ混ぜに紹介されてるラビスタと、それから、こっちね、
あの他のグループとなんかちょっと明らかに格が違う、文字の大きさとかなんか専用ロゴみたいなのついてる格の違うラビスタだって、なんで違う紹介の仕方してんだろうなってよくわかんない、あのまだ、ね、謎に包まれてるところあるんで、あの解明していこうと思います。なんかあんまりあのホテルマニアみたいな人がね、ドーミーに関してレビューしてくれてるのも少なくてね、あんまり情報も入りません。それでね、こういう風にあの着替えまして、これで寝る体勢になったわけですけども、あのね、まあ、ちょっと寝る前にお腹が、まあ、多少消化されてきたと。じゃあアイスでも食べるか、デザートをそれは食べてなかったなと思ってね。でここ7階ですけども、2つ上の最上階9階にお風呂があって、まあ、さっき皆さんと一緒に見ましたように、9階にね、湯上がりサービスっていうのがあって、無料で乳酸菌飲料とアイスをご用意いたしております、書いてあるんですよ。ほんとそうな、ね、じゃ あ無料でアイス食えんなら、そう言って無料アイス食べなきゃなと思って、まあ、風呂が入らなくていいと。まあ本当はね、夏も今日一日動き回りました、汗かいてますんで、風呂も入りたいとこなんですけど、ちょっと下手に風呂入ってしまうと、逆に今眠くなってる状態でね、また神経がなんかこういろいろ調子が変わって眠れなくなっちゃったりしたら困るから、まあ風呂は明日の朝入りゃいいやということで、でアイスは食べたいな、アイスもらいに行こうと思ったんですが、ね、行ったんだけどね、なんか冷蔵庫らしきものはあるんですが、アイスは入ってなかった。見つからなかったんですよ。あの冷蔵庫なんか布かかってるのおかしいな。残念ながらですね、ここに書いてあるの分かりますか？あのアイスの時間制限がありまして、これですね、画面の右下ですけども、24時で終了、今ねもう0時半になっちゃってるんですよ。あーちょっと遅かったなと。まあ乳酸菌飲料はね、まだ朝の5時から始まるらしいです。乳酸菌飲料ってなんだって感じであるんですけど、まあちょっとそれまた楽しみにして、5時から、10時までやってるのか。ここチェックアウト11時ですからね。朝ごはんでジュースかなんか出んだろうかな。別に乳酸菌飲料飲まなくてもいいのかもですけど、多分ほっとけば消えるだろうな。よし、これ OK。 おあ、いいですね。なんかなるほど、向こうの照明がこっちへ透けて見えるんだね。まあこのぐらい明るくてもいいか。じゃあ柔らか冷たい枕で寝ることにします。はい、そんでおはようございます。あの隙間からもね、日差しが漏れてきますけども、おーよく晴れてんな。これは観光に不適な日ですよね。京都も夏が暑いからね。いやーきつそうだこれは。あのちょっともうだから今日もね、鉄道博物館だけ行きゃいいかなと思ってるんですけど、8月17日でございますか、月曜かな。朝ごはん食べに行こう。今時刻はですね、携帯電話番号とか、時刻8時53分だ。あそこ書いてある。ぐちゃぐちゃなし、いろんなものが出てる。9時までに行かないとね、食べちゃダメってことになった。で、まあゆっくり寝て、あの、私朝食遅めに行くんですよ。その方が大体空いてるからね。ドーミングはね、全館この格好で移動していいということで、まあ実際にどれぐらいの人がこれで移動してるのかちょっと微妙なところなんですけど、ルートインとかもそうですよね。これで朝ごはん食べに行ったけど、なんかもうアウェー感がすごい。みんな普通の服で朝ごはん食べてました。朝ごはんバイキングもね、いろいろ種類がありまして、全部ラップがかかっていたり、まあ、もしくは定食スタイルでということになっていました。もっと定食っぽいものもあったんですけど、昨日の夜食べ過ぎてしまったからね、ちょっと少なめにということで、これ京都の名物の湯葉と、それからユリネで、あの有名な店のやつからね、なんかもらってきてるって言ってましたよ。多分美味しいと思います。これから食べますけど、これしゃぶしゃぶですが、この下にもなんかね、京野菜がなんとかとか書いてありましたけど、あのしゃぶしゃぶっていうのはね、実は京都発祥の食べ物なんだそうでして、前来た時も食べましたけど、これ食べ放題ですよ。結構いいですよね。まだこれはただのあのグリーンサラダと書いてありましたが、水菜ももともとはあの有名な京都の野菜ですよね。なんかけんちん汁ね。で、あの私が目でにしてた乳酸菌飲料なんですけども、これねピルクルしてヤクルトだと思ってた。うちの祖父がね教えてくれたんですけど、ヤクルトとね牛乳を混ぜて飲むと美味しいんですよ。ヤクルトが増える、お得な感じがする。でそれからお風呂も入りました。あのお風呂はなんかもう朝になったら普通のお風呂で、まあ露天風呂みたいなのもあったんですけど、撮影できませんけどね、なんか果実風呂っていうのはなんか果物みたいなのを浮かべるようなことが売りらしい。多分普通のドミニアはそういうのやってないから、プレミアム特有なんですかね。で、あのもう上がりまして、あのヤクルトじゃましてピクルね、ピルクルもあの食べましたね。飲みました。はい、時刻はですね10時37分。いや、やっぱ昨日夜遅くまでね寝ちゃうと、やっぱなんかこんぐらいになるんだよな。
あ、新幹線だ。16両もいるから、ギリギリ映るんじゃないですかね。ピントが合った時にはいなくなっちゃいましたね。残念。まあ、朝8時半ぐらいに起きたんですよ。そんで朝ごはん食べて、なら風呂とかね入って1日の予定立てて出かけるには11時のチェックアウトの方が助かるな。10時だとねちょっと慌ただしくなっちゃうんですよね。まあ、それはそれで早く鉄道を返してきて心配だからね。忘れ物見てから行こう。大体なんか忘れますんだよな。今日はないな。ないな。本当にないかな。なしそうだな。ないな。これ振り返して。なし、なし。いいね。大丈夫ね。なし。はい、行きましょう。風呂はまあ、ないかな。エレベーター入ったね。なんか置いてあると思って。これよく見たらね。これですね。あの、鏡保護のため、多分これゴーンってぶつけちゃうと大変だからってことなんでしょう。まあ、傷だらけになってるしな、実際。これもう機能してるみたいだ。ボロボロだもん。ドアが開きます。暑いね、やっぱ。あ、京都っていう感じだ。もう道が眩しい。もらいました350円の領収書ね。じゃあこれで、どうもありがとうございました。